ボケしろねえなって思っちゃいました。ボケしろで番組考えてないよ。ブラジルの人間全員的に回すぞ。堂安のケツだけ出すみたいな。誰が見たいんですよ。ああ、見えてきた。あとこれちゃんと映すとなんか YouTube 規約になんかあれしそうだから。けなげじゃないですか。けなげ。俺に足りないとこだな。レオザとシノダのフットボールワイドショー2回目レオザフットボールと私篠田光義によるサッカー界の小ネタやゴシップを語る生配信番組でございます。はい、ツイッターでハッシュタグフットボールワイドショーのタグ付きでリスナーさん、過去この番組ではですね SNS 特派員さんと呼ばせていただいてますけれども、はい、そちらの特派員さんに投稿していただいたニュースをもとにトークする1時間番組でございます。1個目のニュースはですね、はい、ワールドサッカー特派員からの、はい、ニュースです。こちら、皇帝アドリアーノが22歳の美人女子大生と結婚も、10日で離婚、インスタの写真も削除というわけです。これビッグニュースでしょ。いやー、レオザさん、はい、この番組っぽいね。レオザさん、このアドリアーノはどのアドリアーノですか。このアドリアーノはあの、はい、インテルの方のアドリアーノですね。インテルの方の怪物の方ですか。怪物の方ですよ。バルセロナで両利きすぎてどっち利きか、あのクレが全部迷ってたアドリアーノの方じゃない人。あれなんだろう、この番組毎週取り上げる人何人かって決まってんの。あれ、いやでも今週アドリアーノ前回も出てきたし、これ以外は大丈夫だと思いますけどね。まあ、たまたまニュースが入ったからってことですよね。はい、うん、ホラフキファルトとかは出てこないと思うんで。もうホラフキファルトになっちゃってるから。ファンデルホラフキファルトは出てこないと思うんで。ミドルネーム入ってる、変なところに。ちょっと待って、どういうニュースだった結局。医学生のビクトリア・モレーラさんという方と6月11日に婚約を発表したと。この間ですね、はい、で仲睦まじい写真も投稿されてたそうなんですけど、はい、次の22日のインスタグラムの更新では独身であることを発表し、うん、2人の写真も削除、わずか10日で婚約期間が終えることとなっていた、うん、アドリアの何があったんだい。どっちかが浮気したパターンですよねこれ。まあそれかあれじゃない、あのマリッチブルー的な。あ、インテルだけに。うまい。いや、うまいじゃない。そこかけてなかったわ。じゃあ次のニュースはこちら、ハドソン思い特派員からです。はいはいはい、はい、ハドソン思い特派員からの、ニュースは、2時間も愛を我慢しなければならないという人もいるっていうけど、みんなできるのかな、ダニー・アヨビスが力説、早漏は恥ずかしくない。あー、すごい。それニュースになったんだ。人々はソウルの子供たちにトラウマを植え付けている。誰かを愛している時に長々と待ち続けることが何故できるというんだ。それを流れてしまうものなんだよ、2時間も愛を我慢しなければならないという人もいるが、そんなトラウマを抱える必要などない、もっといいものを作るべきだって答えてますね。はあはあ、それも結果的にもソウルの話になっちゃうわけ。それこれ一応画面共有させていただくと、うん、あ、しっかり書いてますね、はい、人々はソウルの子供たちにトラウマ、あ、なしっかり書いてますね、ダニーさんは。早漏の大人にトラウマを植え付けた。子供は別にそれ分かんなくないですか、早漏とか。なんかブラジルってそうなんですかね。今早漏にだけはなるなみたいな、子供の頃から。あ、ラテンの国だからね。そういうことわざ交わりが多いのかもしれないね。そういうなんかことわざあるんですかね、カッパの川流れみたいな。いやいや、ことわざで早漏って入ってくるやばい。ブラジル代表の人はやっぱり断交への関心が強いんですかね。ラテンの国だから。そこは、うん、やっぱだってリオのカーニバルとかすごいって言いますもんね。そうだね、確かにリオのカーニバルで治療なの嫌ですもんね。リオのカーニバルってなんかそこかしこでそういう感じになっちゃってるっていう裏話あるじゃないですか、うん、本当かどうか分かんないですよ。どこもかしこもでやってて、なんか、あ、もうあいつまでやってんなみたいな、あ、もうまあガン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 みたいな、また飲み行くぞみたいなね。ね、ノリでやんなきゃいけない。テンポ感が、あ、そう、テンポない、2時間ヒーリングミュージックみたいな、なんかこうポルネシアンセックスみたいな感じだ。レオザ君、はい、ブラジルの人間全員的に回すぞ。ポルネシアンフットボールだなっていう。なんでやめとけ本当に。次のニュースいけ。次のじゃあ続いて、もうね、はい、こっから下半身から離れましょう。下半身から離れましょう、はい、続いてこちらです。川原特派員、はい、イニエスタのガチ全裸像が物議を醸すっていう、うんうんうん、はい、いや下半身とかもう全裸の話だったよ。全部脱いだよもう。いやと思うんですか、これ、うん、ガチ全裸像にちゃんとパンツ履かしてあげたんですよ。そのおー、なるほどね。なんでイニエスタがこうパンツ履かしてもらったみたいな、あーはーはーはー、Tとかインスタって投稿してたんですけど、うんうん、なぜあれを作ったのかっていうので気になるね。アルバセテの市議会が、アルバセテがイニエスタの地元かなんかなんですよね、うんうんうん、
あ、見えてきた。はいはい、これですね。こっち。あ、がっつり。ガチ。あ、これちゃんと映すとなんか YouTube 規約になんかあれしそうだから。あくまで粘土のスケッチモデルなんですね。うん、ここから服着せられていくと。この文章はあれね、なぜフルチンなのかって書いてある。いや、これ本当。コリーさん、書き方あるでしょ。あんまこの表現しないよね。フルチン久々に聞いたな。サッカーは下半身でやるスポーツだぞっていうね。確かに堂安がケツでやるって言ってましたからね、うんうん、だから合ってるっちゃ合ってるけど、俺らがこれ取り上げてるのはそういう意味じゃないです。だからあの鹿の首だけ出すみたいな金持ちのあのあるね、のあのあれ中から出てきてるようなやつ、堂安のケツだけ出すみたいな、誰が見たいんですよ。オランダの富豪の家に行ったら堂安のケツだけか、こう PSA の会長とかの家に行ったら、あのよくあの道端にね、有名な選手の手形とかあったりするじゃない、こう、はいはいはい、あれでケツ型みたいなの、ね、いいっすね、そのケツで当てるって、下に立同案2019 何々2022みたいな、ちょっとだけ歩きづらいけどね。全部ぼっこりもっこりなってるから、ね、ヒップストリートスターリングなら当てられるってコメントいいっすね。あ、ケツむちっとプリケツだもんね、プリケツだから、わかるわかる。確かにシティのヒップストリート歩いた時、もうスターリングのとこだけプリーンになっててね。みんな転ぶ、そこでダーン転んで、やっぱりスターリングかって、やっぱスターリングで転ぶ。なんでみんなまたいでんすか、上を。横歩くでしょ、菅原特派員の、うん、ファンデルファルトの番記者菅原です。昔の記事ですが、彼がロナウドに何かしらの恨みを持ったきっかけを見つけたかもしれませんってやつね。お、気になる。これが、うん、当時マドリーのプレスキッカーを務めていたファンデルファルトは、はい、ロナウドに、自ら見本を示し、これは君がやらなきゃいけない蹴り方だと言ったと、うんうん、でそれでその時のことを振り返ったんですけど、うん、あれは忘れられないね、僕らは20個のボールを使ってフリーキック対決をしていたんだ、うん、僕のキックといい感じの決め台詞が決まった時、周りで見ていたみんなは笑っていたよ。自分でいい感じの決め台詞、いい感じってこれ英語でどう訳されてるでしょう、ね、そうだね、グッフィーリングとか書いてあるんだ。20メートルぐらいのキックをファンデルファルトが決めた後に、うんうん、ロナウドが来て30メートルぐらいの距離からボンってゴールの、うん、上隅に完璧にキックを決めたんだ。あれ絵が想像つくね、はい、でそれで彼は振り返って言ったんだ、うん、これが僕のやり方だってねって、で勝負負けたよっていう風に言ってて、今度ロナウドを上げてるんですよ。、うん、これでまあ一つとしては、うん、まあファンデルファルトが決めてないっていうのと、かロナウドが蹴ってないかどっちかだと、そうなっちゃうのもう。でも、もう幻なの全部。でもう一つ考えられるのは、うん、この間はなんかロナウドより俺の方が活躍した系だったじゃないですか。うん、そうだったね。でそんなのがなかったってニュースが出たじゃないですか。うん、でそれいじりまくったじゃないですか、この配信、うんうん、で今回はロナウドを上げてんすよ、僕よりすごいって。あ、なるほど。だからやべえと思って、うん、こう逆にこび出したっていう。ファンデルファルトの中ではつながってんだね、全部その時系列があるんだね。これマジであると思います。あ、ロナウドディスったみたいになって、ロナウドと仲悪くなるのは引退した後に、今度はロナウド引退してちょっとビジネスやりにくいなと、うん、ここ一回上げとかないとと、俺よりロナウドさんすごいってちょっともんどがないとっていう、うん、ファンデルファルトは一体どこに向かってんだよ。心配になってきたよ。今回は気遣いファンデルファルトだったけどね。あ、なるほどね。シュノーズピックアップ一個言っていい？あ、今日は僕あの、はい、YouTube から、はい、来まして、いいじゃないですか、ね、那須大輔さん、那須、はい、さんのチャンネル見てたら、はい、あのオリラジの中田のあっちゃんのモノマネをしだした。え、那須さんがですか？あ、そうそうそう、あの企画まんまやってみてるのよ。サッカーの あれですか、こうホワイトボードでこうわーってやつ、そうやって、あのあのなんとかなんとかみたいなのあるじゃない、俺も見てんだけど、はいはい、エクストリームなんちゃらって那須さんがやってんだけど、はい、キャラ的にもうすごい差があるっていう、なんか、え、どういうか、あのちょっと恥ずかしがってるって、そうそう、照れながらやってる、見ましょうよ。まあそれが多分可愛らしさにもつながってるんだと思うんだけど、いやー、あの本当ね、勉強しなきゃいけないっすよ、本当に、うん、これどれを見ればいいんですか、これ。ね、なんだっけな、過去くセンターバック編とかサイドバック編って書いてあるんですよ。 あここまで一緒にしてるんですね。そう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 、それそれ、もうちょっと恥ずかしそうじゃないですか。でちょっと恥ずかしさ、本人のテンションと多分違うから、うん、まあそれは可愛らしさとして撮るのか、いや確かに、ナスやっちゃってんぞって、こう危ないギリギリのなんすけど、今はこれはいいと思います、僕は。最初だしね、いや、やっぱりちゃんと誰かをこう真似してますっていうのをここまで出して、うん、一生懸命やってるのがけなげじゃないですか。けなげ、俺に足りないとこだな。
そうだよ。でも、レオザ君も一時期ちょっとやってたよね、ホワイトボード書いて。だから、レオザ君がホワイトボードになった時見ててさ、はい、あ、このやり方で行くんだって見たのよ。そしたら、まず最初に思ったのが、字が汚ねえなと人にお見せする字のあれじゃねえと思ってそれがどんどん綺麗になってくみたいなどんどん綺麗になってさ確かに最初もう驚いたよ。さ、那須さんとレオザ君いつかコラボしてほしいもん。いや、まあやらせていただくのは嬉しいですけどね。全くキャラ違うじゃん。うん、もうなんだろう、真っ白と真っ黒みたいな。はいはい、 やがましいわだそれは合わさった時どっちの色が勝つのみたいな。いやー、だからそれこそこれはもう僕いつも思ってる、うん、傷は隠すより模様にしろって思ってるんですよ。あ、逆にね、もうね、はい、うん、ってなると僕の場合もう無理なんですよ。いい人になりきるのは自分の中で思っちゃうんで。嘘をつくことになっちゃう、あんまやりすぎたらね。はい、だって、うん、ある意味、まあ、自分で言いますけど現場行って分析官やらせてくださいみたいなってめっちゃけなぎじゃないですか、募集まで。もちろんもちろんもちろん。なんすけど、行った時ダメージジーンズで行っちゃってるんでもうみんなけなげさ忘れるんですよ、お前っていう。そのそこじゃない、突き抜けてそっちに目がいっちゃう。うん、なんでもうそれはもう謙虚だとかけなげとか分かってくれる人が分かってくれればいいんで。いや、もうそういうのは、うん、なんでしょうね、こうもうヒールで行こうと、うん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 、って感じですか。いろんな人がいていいんだから、はい、まあ、無理してなんかなければそれでいいよね。そう、なんで本当に、でもヒールもヒールになろうと思ってるとちょっと寒いんで、うん、悪いところは悪いってセティエンの戦術みたいに言って、うん、とかマネジメントみたいに言って、うん、こういう那須さんのこういう姿勢だったりとか、うん、田島さん頑張ったみたいなのはちゃん、まああれですね、本音を論理的に言う人になりたいですね。ああ、まあまあそうだよね、そこが一番早い、うん、だからファンデルファールトもさヒールになったら次の時はさいいこと言ってこうバランス取ってるわけだから、うん、でもね、本音がこう想像力あふれちゃってて嘘言っちゃってるんで以上です、ありがとうございました。この無職のベントナー4000万の車を買おうとして彼女に怒られるっていうコーヒージートーさんとイカさんのベントナー何やってんだよ。なんか所属クラブがないのにロールスロイスを買おうとしたのか、ロールスロイスのレイスブラックバッチって車を買おうとしたと、うんうん、彼女がもう彼には言っても無駄よみたいになってたんですよこれ、うんうん、ありましたね。彼は今仕事を持っていないことを理解する必要がある。とてつもなく素晴らしい車はデンマークでは誰も持っていないもの、うん、彼は誰も持っていないものを何でも手に入れたい男だからそれを欲しいと思っているだけ。でももう諦めた、これ以上言うことはない、彼には現実感覚がない、非常識だわ。ベントナーに現実感覚がないのは俺は最高のフォワードだみたい言ってませんでした、アーセナルの頃とか言ってた。まあすごい期待されてたしね最初。その頃からないんで、うん、何を今更っていうその、はい、ベントナーのその記事イメージしやすすぎるわ、笑ってますよ、うん、さあということで今週もですね、はい、BFW ベストフットボールワイドショー、今週のベストフットボール、ワイドショーは、はい、ハドソン思い特派員、2時間も愛を我慢しなければならないという人々もいる、ダニアウベスのダニアウベスの、走路は恥ずかしくないで決定です、おめでとうございます結局一番最初に挙げたやつっていうかもう、うん、結局これいきましたか。いやー、いろいろね、いいのあったと思うんですけどね。いや、今日は豊富でしたよ。やっぱり僕は下田さんのになるかなとか、こうね、やっぱそんな番組じゃ、そうだよ。そんな番組じゃなかったですね。いやいや、じゃなかったですねって勝手に選んでるの自分だから、ね、あなたが番組の方向性最初にそっちに持っていっちゃってるちょっとセティエンだと俺の腹立ちがガチになっちゃうし、さっき俺がだって女子サッカーの話してる時全然食いついてなかったもんね、俺真面目な話してるはい続きましてって言ってたからもう食いつけやと思って、大変なんだろうねって言ってんのにいやボケしろねえなって思っちゃうボケしろで番組考えてないよというわけでありがとうございました、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。